腎臓を痛めやすい感情って何かって言うとですね恐怖とかショックとかそういうものが強いとね腎臓を痛めやすいよっていうことなんですよね 皆さん、こんにちは。三浦クリニック委員長の三浦と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、冬の養生法をですね、これから寒くなってくるので、冬場にどう体を元気に健康に保つかっていうお話なんですけども、まあ、私がやってます糖油薬で言うとですね、冬っていうのは、まあ当たり前ですけど、寒さが強くなってきて、臓器で言うと腎臓を痛めやすいっていう時期なんですね。具体的には、むくみが出たりですね、トイレが近くなったとかね、ひどくなると 本当に腎臓の病気になっちゃいます石がたまるとかですね腎炎になったり腎臓炎ですねということになるんですけどその前にどうこう腎臓を元気に保っていくかっていうようなお話をね今日はさせていただきたいと思います寒さっていうのは当然な話なので皆さんそれなりの防寒体制をねしっかり取っていただければいいと思うんですが東洋医学的にちょっとね考えていきますとまず腎臓を痛める感情ってこれ引用五行説っていうね東洋医学の考え方なんですけど 陰陽語行説っていうのは東洋薬の陰陽説っていうのと語行説っていうのがくっついて陰陽語行説っていうんですけど中国の昔の方はですね何千年も前からこういう感情を持つとこの臓器が傷みやすいよっていうような、ね、ことが生活習慣の中で知恵として伝わってるんですね。でその中で腎臓を痛みやすい 感情って何かっていうとですね、恐怖とかショックとか、そういうものが強いとね、腎臓を痛めやすいよっていうことなんですよね。実際に本当に強いトラウマが生じるような出来事が起こったことか、方っていうのはその時に腎臓を痛めるんですけど、まあ、そこからね、回復すれば問題ないんですけど、我々が日常を抱えやすいので、 問題で多いのはやっぱ不安っていうことですね不安とか心配特に最近コロナ禍の問題で我々の将来どうなっちゃうんだろうとかですね健康は大丈夫かなお金は大丈夫かなない取り越し苦労をいっぱいしちゃうっていうのもこれ実は腎臓を痛めちゃうんですね ななななないいいいっっってててて断言してるのはなってみないとかかんんらっていう意味なんですけどね私はね東洋薬もやってますけどカウンセラーっていう活動も結構してましてそこでね取り越し苦労っていうんですかね過去を後悔する人とか将来を不安に思う方に対して実際短時間でクリニックの中でどういうカウンセリングをしてるのかっていうとですねこれきちんとねセルフトークっていう心理学の手法なんですけど大阪人に教える時は「 一人漫才、一人乗りツッコミって教えてます。え、もう一人の自分ですね。潜在意識的な自分をイメージして、二人でこう漫才をしてるようなイメージ持つんですね。で、過去の嫌なことを思った時、もう一人の自分がツッコミを入れてくれるんです。それもう終わったしっ、過去帰れないから、ってツッコミを入れてくるわけですね。将来の不安なことを考えたら、そんなんなってみんな分からへんやんって。<laughs> ツッコミを入れてくるあの人は私のこと嫌ってるんじゃないかなそんなん聞いてみな分かれへんやんってこう自分でツッコミを入れてですねまあとにかく今に戻ってきて考えて解決することと考えても仕方ないことを分けていくっていうことですね、まあ、ある方のお話で頂いた,だいた教えていただいた言葉なんですけど健康法として今日何食べようとかどういう健康法しようとかねどこ行こうとかっていうのはこれは考えてちゃんと結果が出ることなんでこれを「考え」と言うと。だけど 過去のあれ悪かったんじゃないかなとか将来こうなったらどうしようかなってこれ考えても過去は変わんないし将来も分かんないこれこれを悩みというっていう僕は習ったんですねこれ蔡さんが言ってたのかな蔡先生が言ってたかもしれないですので最近ではね昔も教えてもらってたんですけどですので今考えて ふって不安なこととか悩みが出てきた時に、これ考えて解決する悩みかな考えてもしょうがないことかなっていうことをしっかり考えて、考えてもしょうがない時は今に戻ってくる。考えを考えて解決するってなかなか難しいんですね。こんなこと考えちゃいけないって考えで抑えようとしてもなくならないんですよね。こういう時はね、体を動かしちゃった方が早いです。ですから、好きな音楽聴くとかね、席をこっからここに移動するだけでも脳は変わります。上向くだけでもいいです。 こういう考える人のポーズをすると脳はこの人落ち込みたいんだなと思ってそういう出来事をガーッて引っ張ってくるんですけどってやるとなんかこの人楽しく生きたいのかなって思って楽しい出来事を引っ張ってきてくれるっていうことがあるので五感に訴えることですね楽しいものを見る好きな絵とかね好きな景色に行くとかアロマセラピーみたいにいい匂いを嗅ぐとかいい音楽聞くとかね美味しいもの食べる好きなものに触れる こういう五感に訴えることをやっていって落ち込んでる状態からとにかくズル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 って免疫力が落ちるほどイメージが悪くなる状態からとにかく離脱するっていう状態をね早く作っていただくっていうことですねですのでまあこういう工夫していただくとね過去への後悔とか将来への不安がなくなってくるので腎臓に対するダメージも減ってくる 腎臓っていうのはね、お豆さんみたいな形してますよね。東洋医学ではね、形が似たものが形が似たものを直すとか影響するっていう考え方するんですよね。だから、腎臓を強くするのにいい食べ物ってのはお豆さん。特に色の濃い豆の方がいいんですね。濃い食べ物の方が体を温める力が強いっていうのが、 さっきお話した陰陽五行の考え方ですだから白い大豆よりは小豆とか黒豆とかの方がね体を温める作用が強いただ白いお砂糖を一緒に取っちゃうと体を冷やしちゃうのでうちでは腎臓の養生の食べ物としては小豆とか黒豆とかをお砂糖を入れずに昆布とかお塩だけで調理してね頂い,いてくださいっていうようなお話をしてますあとね腎臓が強い人を 弱い人私がどうやって見てるかっていうと、うん、一つの目安は耳ですここも腎臓と同じ形してるんですね。うん で腎臓っていうのは体力を司る臓器なんです。東洋医薬という腎と西洋医薬の解剖学的な腎臓はまた違うんですけど、東洋医薬の腎っていうのはね、腎臓の上に乗っている副腎っていう男性ホルモンとか女性ホルモンを出す臓器も含めて腎っていうんですけど、うん、腎が強い人っていうのは体力があるんですね。うん、腎臓が大きくて体力があって強い人っていうのは含み見してるんです。体力があっていっぱい仕事ができて男性ホルモン、女性ホルモンがしっかり出るので子孫にも恵まれるみたいなイメージですね。ですから 私もちょっとご先祖様には感謝できるような耳を頂い,いているので頑張って働いちゃうんですけどこれ大きいからいいとかちっちゃいからダメじゃなくて生まれつきの体質なんで大きい人はね僕みたいに油断して働きすぎるとある時パタって倒れますちっちゃくて体力がなくても日々ケアしていくと案外病気にならなくても元気っていうこともねあるので大きいちっちゃいじゃなくて自分はこういう体質だから気をつけた方がいいなとかっていうねことに気をつけてもらったらいいんじゃないかな腎臓がが大きくてて体力があって すごいなって思う人の代表例はね、男性だとあの野球で有名なメジャーリーグにも行った松井秀喜さん。すごくいい耳してます。女性で言うとね、元スケーターの浅田真央ちゃん。浅田真央ちゃんの耳たぶはやばいです。完全に打ち向いてね、ぐって。ここにね米粒が3粒がと 天下を取るっっってて昔の人は言ったって言うんですねうち、えー、の母親とは強引に私には、ね、炊いたお米くっつけたらでかいだけだろって言って、うん、米くっつけて、うん「お前天下取るからね」ってわけわかんなったとを言ってましたけど <laughs> <laughs> どこの天下かは知りませんが、うん、ああいう耳の人は体力があるのでね政治家さんとかねもうバリバリ働いてる人はみんな見るとすごくいいしてますね、うん、あの耳がちっちゃいからダメなんじゃなくて腎臓のケアをしていただくっていうことだからうちのクリニックでは耳が聞こえにくいよとかっていう病気の方が来たら一緒に腎 腎臓の手当もします耳と腎臓を同時に治していくっていうこういうことによってむくみとか冷えとかあの大きな腎臓の病気になる前。 顔で言うと耳だけじゃなくてよくアイバックってねここ目の下むくみがある時ここポコッと膨らむと思うんですけどこれが生まれつきある人もいるんでしょうがないんですけど普段よりおっきくなってる時膨らみが激しい時あるいは色がどす黒くなってきてる時とかっていうのはくすみが出てきてる時ですねちょっと腎臓が弱ってるなっていうことで食べ物に気をつけていただくことと腰を冷やさないとかねということを考えていただいたらいいかなと思いますまたより詳しいね腎臓の手当は個別に機会があればお話したい と思いますのでよろしくお願いいたしますますたこういう話どんどんしていきますのでねご興味がありましたらチャンネル登録の方高評価の方それとねまたこういうお話してほしいなっていうことがあればコメント欄に書いていただければできる範囲で対応させていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは今日のお話はこれぐらいにさせていただきますのでどうもありがとうございました